ヘルカチャンネルのショです。今回の動画なんですけど、こちら毎日善玉というサプリの紹介です。こちらがですね、腸内環境を整えてくれる善玉菌を増やしてくれるサプリです。なんで今回これかって言いますと、毎日のですねおトイレがですねあんまりよろしくないんですよ。出る日もあれば出ない日もあるみたいな。でお腹の中がこう出た日でもなんか残ってるような感じがありまして、ちょっと何ですか、下っ腹って言えばいいですかね、がちょっと張ってるような、すっきりしないんですよね。なので食べたら食べた分だけこう出すような感じがいいんですけど、なんていうんですかね、中で溜まってる感があるので、今日からですね1ヶ月分のサンプルをいただきましたので飲んでいきたいと思います。どうなるかってやつですよね。腸内環境を整えるっていうと、そうですね、イメージで湧くのはヤクルトとかビフィズス菌ですかね。ああいうのぐらいしかちょっと思いつかないので、実際サプリなるものはどうなのか、他のサプリなんかも飲むことがないので、正直サプリ自体は初めてですね。早い人だともう次の日から効果が出るみたいなので、と俺も効果が出るまで飲んでみたいと思います。ヘルカチャンネル、おはようございます。毎日善玉飲んでみます。ちょっと危ない。飲んでいきます。おはようございます。少し効果が出ました。というか出すぎまして、トイレから1時間出られなくなってしまいましたなかなかの効果がありますね。人それぞれってやつだとは思うんですけど、ちょっと俺には効きすぎかな。取ろうと思ったら取れないものばかりなので、中に入っているものっていうのはとてもいいものばっかりだと思います。試してみる価値はあるんじゃないかなと思います。いっぱいこの手のサプリはあると思うんですけど、こちらの尾道堂さんの毎日善玉サンプルでやってみて、よかったら購入するっていうのがいいんじゃないんですかね。60粒入ってるので1日2粒1ヶ月分サンプルで俺はいただいてるので、まずこれをやってからよかったなら購入すればいいかなと思います。なかなか安いものではないので、サンプルがあるっていうのは本当いいなと思います。一度お試しあれ。さあ、これも案件でございましたということでですね、今回の動画はここまでです。俺にかかって